行います。披露いたしますのは稲田鷹匠大鷹です。こちらは立ち木に止めた鷹を鷹匠の拳に呼ぶという技になります。鷹狩りでは獲物が出た時に鷹を放ちますが、獲物が取れないと鷹は木に止まって鷹匠を待つことになります。この時鷹を拳に呼び戻すため普段からこのような訓練をいたします。また毎日行う訓練としてこのような渡りを距離を伸ばして行うことによって鷹に必要な筋力や飛行能力を高める効果もあります。鷹の飛行技術が上がってくると枝に止まる直前で上昇したりして止まる場所を自由に変えられるようになります。見事に決まりました。以上で渡りを終わります。ありがとうございました。それではここで鷹匠体験のコーナーとさせていただきたいと思います。先ほど鷹匠が披露いたしました振り替えを体験していただきます。振り替えは鷹匠同士が向かい合って立ち、一方からもう一方へと、鷹を拳へ呼ぶという技です。呼ぶ方法は鷹匠が使うエゴーシーという道具を使います。なお恐れ入りますが体験は3名様までとさせていただきます。ご希望の方はその場で挙手をお願いいたします。ただいま門下生が挙手をされた方の中から、ご指名させていただきますので、指名をされた方はどうぞ前の方へ、お越しください。先ほど3名と申しましたが、もう1名だけとさせていただきますので、その場で高く挙手をお願いいたします。お願いいたします。では体験者の皆様には鷹匠より指導を受けていただきます。その間にご観覧の皆様には、この振り替えを行う鷹ハリスホークについてご紹介いたします。ハリスホークは桃赤ノスリとも呼ばれる南米原産のノスリの仲間で、20世紀に入ってから鷹狩りに使用できることが分かった新しい鷹です。野生のハリスホークは巣立ちした後も親や兄弟と群れになって暮らし、共同で狩りをする非常に賢い鳥と言われております。またペットとしても一緒に暮らすことができる慣れやすさから、今では愛好者が非常に増えておりますので、皆様も CM や映画などでおなじみになっているかもしれません。それでは準備ができますまでもう少々お待ちください。
。